はい、どうもこんにちは、ゆるさまです。じゃあ本日もゆるさまの5分プランク始めたいと思います。スイッチオン。よいしょ、よいしょ。さて今日は何の話をしようかなというところなんですけれども以前ですね、このプランクでも、話させてもらったことがある、ドラマーは損だっていう話があったんですけれども、まあそれについて話したものは概要欄の方に貼っておきますので、ぜひとも見ていただきたいんですけど、まあドラマーって損だなっていう話を山ほどしましたんで、なんかこう一人だけいつも汗だくとかねライブの時物理的な距離が遠いとかねまあそんなに喋らせてもらった動画、ぜひともそちらを見ていただきたいんですけども、今回はですね、公式 LINE 友達に募集しました。ドラマーのファンは損だっていう話、ドラマーのファンになったがゆえに、損だなと、他のパートのファンに比べてこういうところが損ですよっていうのあるんじゃないかなと思って募集したところ、結構お返事いただきまして、まあ、そんなのを紹介していこうかなと思います。公式 LINE 友達に聞きました、ドラマーのファンは損だの話。まあ、単純にまずパッと思い浮かぶのは、ライブの時見えにくいってことじゃないですか。これ僕自身もやっぱり感じるんで、 見えてないだろう、だって僕の方から見えてないんですから、それは見えてるわけないよねとかまあダントツやっぱりそれが一番多かったですね。まあいろんな意見ありましたけれども、まあちょっとそれ以外を紹介しようかと思うんですけれども、まずドラムのせいで筋肉がついてくると、だいたい衣装の袖が切り取られて他のファンにバカにされますいやでもちょっと分かる気がします。ドラマーは二の腕出しがちみたいなことですよね。でまあやっぱね、腕使ってるから結構筋肉がムキッとしてて男らしくてかっこいいんですけれども、まあ難しいかな、まあビジュアル系ってあんまり筋肉を求められてないっていうのは結構あるんで、急にそんな男らしさ出されても顔はこんな綺麗にしてるのに可愛い腕だけムキムキみたいなまあそれが好きっていう人もいるんでしょうけれども、まあそうじゃないっていう人からは、バカにされますといや人よはずバカにしなくてもいいじゃないですかね。ライブ映像がディスク化されると、大体、ドラムが抜かれたらかっこいいと思った瞬間に手前のボーカルに邪魔されているまあこれさっきのドラマ見えないの話にもとちょっと共通する部分あるんですけどあんまりこう映像化されてもドラマって抜かれてないっていうこういうブチ結構多かったですね。次、ライトが当たってもシンバルで隠れている、もしくはシンバルに光が反射して見えないただでさえ距離が遠くて見えへんのに光が反射して見えないとか、それに近いのがあったのは、スモークで埋もれて見えない光が当てられたらシンバルで反射して見えへん、で演出のためにスモークたかれても見えない、基本もう見えないですねやっぱドラマって次、 MC の時あまり喋ってくれない人が多い気がするそうかな、僕のイメージは逆にドラマっておしゃべりさん多いイメージありますけどね、おしゃべり好きな人。まあでも確かにね、あまり喋ってくれない人だとただでさえ見えない、しかも喋らないってなると、まあそりゃ変な話、そんねなかなか目立てないですよね次、音源のドラムが生音じゃないことがあるおこれなかなかぶっこんできてますね。ありますね。まあレコーディングの際スタジオ代が高くかかるっていう、最近はね、ギターだベースだって皆さん家で撮られたりするんで、スタジオだってかかんないですね、家で撮るんで。でもドラムだけはやっぱりね、生音撮ろうと思ったらちゃんとしたスタジオで撮らないと家でやっぱ叩けないじゃないですかなんでちゃんとスタジオ撮るとやっぱそれにお金がかかってきちゃうんで、やっぱ最近そのやっぱレコーディング代っていうのがいろいろ見直されてる時代なんで、じゃあスタジオでカットしようとなったらドラム生音撮れないねとかねあるんで、ドラムが生音じゃないことありますね。もっと言うとですよ、もっと言うとですよ、生音で撮ってるけど本人が叩いてるかどうか分かんないですよね。多くは、まあ、ギターベースもそうですけども、本人が弾いてるかどうか分かんないです。もうこれは闇ですよ、業界の闇の話です。あんまり深くないとこ。なぜか分からないがチェキのお譲りが多くて悲しくなる。いやそれその人の人気の話ですよね。ファンの比率が少なくて周りに同士が少ないやっぱドラマって、人気を得にくいパートなのかもしれないですね。ギタリストがピックを投げるのは怖くないけど、ドラマはスティック投げるとちょっと怖いそれそうですね、当たって痛いもんね最初に出てくるからメンバーコールが緊張する、これはね僕も思いますね。ドラムって大体一番最初に出てくるんで、なんていうんですかね、皆さんもその
名前を呼ぶタイミング読んでいいのかとかあるじゃないですか。この後どういうニーズがあるんだろうとかやるんで、一番確かにメンバーコールはしにくいんですよ。だから自然とですよ、メンバーコールが一番小さくなるんですよね。別に人気あるないに変わる。なんでメンバーコールが小さくなるんで、ちょっと人気ないっぽく見えちゃうんですよね。ただでさえ人気を得にくいポジションのドラムが人気ない風のメンバーコールされちゃうと、ああもうこれ悪循環ですよっていうようなことがあります。他にもたくさんいただきました。まあなんせ一番多かったら見えないってことです。たくさんのご不満ありがとうございました。さあ疲れた。いやドラマはみんな頑張ってるってことですよ。